トム・ググリオッタは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州出身の元バスケットボール選手。NBA のミネソタティンバーウルブズや、フェニックス・サンズなどで活躍した。ニューヨーク州の地元の高校から、ノースカロライナ州立大学に進学し、同大学のスター選手として活躍し、4年生時は、平均22得点10リバウンドを記録。1992年の NBA ドラフトでは、 ワシントン・ブレッツから全体6位という高評価を受けて NBA 入り。ルーキーシーズンに NBA オールルーキーチームに選出されるなど期待されたが、1994年夏にクリス・ウェバーとのトレードでゴールデン・ステート・ウォリアーズに移籍。さらに翌年夏にはミネソタ・ティンバー・ウルブズに移籍と慌ただしいシーズンを送り、ウルブズでは平均20得点を記録。 1997年の NBA、オールスターゲームに出場にも出場したが、ケビン・ガーネットの台頭もあり、1998年には、フェニックス・サンズに移籍。その後は、ユタジャズ、ボストン・セルティックス、アトランタ・ホークスなどでプレイするが、2005年以降は、契約するチームがなくなり、引退。ありがとうございます。